お母さんその男はまるで仙人のように神聖な薄汚さを持っていました指の爪がみんな七八分も伸びているのですそれがしきりと私に四六尺のひなをかえと勧めるのですから私はおとぎ話見たようなその夜の空気が変に気に入ってしまったのです そうして私はつい一言、そんな高価なものを買ってもいいようなことを言ってしまったのです。が、いい塩梅に、先方の値と私の値とは、倍以上も違ったものだから、まるでお話にも何もならずにしまったのです。それで、この話はおじゃんになったのですが、しかし、小鳥屋の再取りをするこの仙人は、 私に鳥を売りつけようという考えは思い切らなかったものと見えます。1週間ばかりして今度は私にオウムを買えと進めてきたのです。千人は初めこの鳥を持ってきてこれを紹介しました。当やソコラは完全に口を利く。その発音は明確で微妙である。その上になんだかわからないが、 長いことしゃべりもする歌はハトポッポハトポッポとそれだけしか歌えないけれどもその調子の自然なところがこの鳥の有望なところだまだ3歳ぐらいな若鳥だというから仕込みさえすれば同様の一つぐらいは完全に歌うだろうこの鳥の名はローラというのだとそこで仙人は 私たちのうちの女中にビスケットを買ってこさせて、それを鳥に見せながら言うのです。ローラや。するとオウムは体をくねらせて、あの丸い大きなくちばしを胸の方へ押しつけながら、シナを作ったような形で、ローラや。それが私に34、45ぐらいな婦人の気取った作り声を思わせました。 オウムは、仙人の話によると、オスだそうですが、私にはその声と身振りとのために、どうしても女としか思われませんでした。大きな鳥かごのぐるりを、金太郎、私のうちの珍の名です、はぐるぐる回りながら吠えました。ローラは、相手のその凶暴には、一向驚きもしないで、彼女自身も、 犬の吠えるまねをもって応戦しました。金太郎がヤッキになって、かごに顔を押しつけると、ローラはいきなり、最もグロテスクなくちばしで、それに立ち向かったので、金太郎はびっくりして、後ずさりをしました。ローラは、金太郎のロウを見ると、急に、ほほほほと笑いだしました。おんどりが時を作る時のように。 上を見上げて、息揚々としてダンスを踏みました。それから、くるりと下向きになりながら、体の向きを変え、また尾を扇のように開いてダンスを踏み、また回転し続けるのです。ねえ、面白いでしょう。千人が僕の目つきを見て、すかさずそう言う。こういうわけで、 多少無理にに押しし付けられれたた。た形ででそななかかか高かったのです。私は多少後悔しました。妻は私の漢字を見抜いてしまっていて、私を例によって調子に乗っておだてられたのだと、甚ははだ不機嫌なのです。しかし私はそれの世話をした仙人を、見かけこそ薄汚いが、魂まで赤のついている人物とは思わなかったし。 それに、この希望子インコという種類は、一般に太刀のいい鳥だということも知っていたものですから、私は一日や半日では、また落胆しませんでした。かえって、私の今までの他の鳥の経験で、いい鳥とは、つまり賢い鳥のこと、また、彼らの賢いというのは、結局神経質ということに他かならないのだから、そういう鳥こそは、 得てなれるまでは、周囲の変化などのために、一時泣かなくなったりする例がよくある。いずれそのうちには、面白くなってくるだろう。と、自分で慰めていたのです。何しろ、ローラは、私にはなじまない様子で、私が何を言わせようとしても、少しも返答はしないのです。ただ、時々、金太郎やジョージが吠えるとき、 彼女もまた犬の声をまねるぐらいなものでした次の日の朝妻の話によるとローラは私が朝寝をしているうちにニワトリのクッククク,ククククククというような声とそれから人がニワトリを呼ぶようなトトト,トトトトトトトという叫びとをまねたということでしたそれから まだ何かわからないことを申しました」とおしげが言います「わからぬ言葉って何か日本の言葉ではないのかいいえ日本の言葉でございますの私だわよというのですけれどもその間が分かりませんの」それにお母さん「お母さんお母さん」って呼んだじゃないの「ええそんなに申しました」 小さな女の子のような声でしたね。はっきり誘拐そうね、あんまりよくわからないわ。妻とおしげとは、朝の食事をしている私に、こもごもそんな説明をするのでした。食事を終わって私は、リンゴの切れを持って2階へ上がって、食べ物を示しながら、骨を折ってやっと、ローラやを言わせて、その日は一日、 私は外出ししていました。夕方帰ってくると長谷川が「おかえりなさいまし」「オウムはおたけさんおたけさんとばかり言っていました」と私の顔を見るなり報告していましたこういうふうにして家内中でいろいろとローラの動作や言葉などを注意しているうちにローラが子供の泣きまねをすることがこの上なくうまいことを みなは発見したのです。その他にローラは割合たくさんな言葉を知っていることも分かりました。私は心覚えにローラの言う言葉を一つ一つ書き取ってみたのです。ローラやお母さんこれは幾とおりにも言います。それぞれにアクセントが違います。そうして 余ったれるような口調や呼び立てるような口調やまた命令するような口調のもありますお母さんと呼んでから泣くこともありますまた三遍ほど様々に違った調子でお母さんと呼んでからその後で笑うことがありますハトポッポハトポッポこれだけは上手に言いますハトポッポハトポ と切ってしまうこともあります。ごく下手な口笛で、この同様の調子を真似ることもあります。ロロやこれはどうもローラやのなまりであります。最も幼い子供の声であります。おたけさん坊やあ、ここにもあったわよ。あ、 あそこにも落ちているわよ。おばさんそうね私、怒るわよ私、おとなしく待ってるわよこれらの言葉はみんな五つか8つぐらいまでの女の子を思わせる口調でありますあというかんたんをその他のときにも時々叫びますこれらの言葉は 相当はっきりしています。ととや、ととととととと、ニワトリを呼ぶ声です。あるいは子供におしっこをさせるときにお母さんが言う声です。クックッククックククククックックックニワトリがヒナを、あるいはメスを呼ぶ声です。ワンワン、ワンワンワン。イヌ 子犬ででしょう。それの吠える声です。笑い声それから赤ん坊というよりも3つか4つぐらいの子どもの泣きまねまたでたらめで調子外れな歌これは相当長いことを歌い叫ぶのですけれども意味はもとより音も調子も即興的で到底捉えることはできないのです。 その他にもあるかもしれませんが、大体は以上で尽きています。そうしてそれらのうちで何者にも勝って上手なのは子どもの泣きまねです。これは真に迫っています。事実私は隣の赤ん坊の泣き声とローラのそれとを区別することができないことが今でもあります。ローラはおしげが好きなようです。 おしげが二階へ上がりさえすれば、きっとものを叫ぶか、あるいは例の鳴き声をまねます。ローラは私たち家族の中では、おしげを一番好いている様子です。そのくせ別に、おしげが絵をやるわけではなく、絵は私自身や長谷川がやるのです。それなのにローラは一向男にはなじまないのです。私の妻や、 おしげなどに対してはカゴのそばへ首を差し出して頭をさすらせることをし、それを喜ぶのに、男がそうしようとすると大抵逃げてしまいます。点でカゴのそばへ首を差し出すことさえしないのです。ローラはこの通り少しも男に馴染んでいないのは、きっと以前の飼い主は女だったからでしょう。ローラや。 あの気取った声の奥さんは前の飼い主にそういない少し太った顎などのくびれた人が勤めて優しげに言う声に似ているローラは女のうちでおしげを私の妻よりもすいているが私の妻は痩せていておしげは太っていますそれからローラはまた近所の子供に話しかけられるのを何よりも喜んでいます 彼らが私の2階の窓の下へ来て何か一言叫ぶとローラはいろんなことを喋り出すのです。そうです。ローラに後から後から様々なことを言わせたものは近所の子供たちでした。ローラはきっと子供を相手に育ったに相違ないのです。これはローラの話す片言混じりの言葉によっても知れます。そういえば、 男嫌いのローラは男の声を少しも言うことはないのです。どうも男のいない家庭にいたらしいと思えるのです。犬の吠える声やそればかりか金太郎がローラに挑戦するときにそれをあしらう様子などを見るとローラは子犬とはもう十分に親しみがあるのです。多分はローラの以前に飼われた家にも子犬がいたのです。 ローラはまたニワトリを呼ぶことを知っているのです。また、ニワトリのクックックククという声も覚えているのです。ニワトリがいて子犬がいて3。4。5ぐらいの少し超えた。奥さんが子供を幾りか育てている。子供は幾たりだろう。どこか東京近郊の静かな場所で。 そうしてその家庭には男はいないけれどもにぎやかな家庭であるローラは笑うことを知っているよく笑う調子外れな声ででたらめを歌ってははしゃぐ「お母さんお母さんお母さん」お母さん「ほほほ」<laughs> こういうのを聞くと私は3人の女の子がお母さんと一緒に ローラの真鍮の籠を取り囲んで、口々にいろいろな呼び方のお母さんをローラに言わせて、みんなして笑い共ずる縁側のありさまを空想することができるのです。しかし、この家にはお母さんばかりいて、お父さんはいない。お父さんはいないけれども、赤ん坊がいるのです。3つか、せいぜい4つぐらいの坊やで、それが時折、 泣き出すすのです私がこのようにローラの以前に養われていた家庭を空想してそれによってローラを愛している間に私の妻はまたローラの片言まじりの言葉をよく聞き分けたり解釈したりすることを努力しているのでしたローラが同じお母さんを言う時にも余ったれるようなのや少し不機嫌なのや また、顎でこき使う調子を帯びたのや、さまざまな発声があると彼女は言うのです。子どもの泣きまねや、また、出まかせの歌などが、ひどく彼女を喜ばせました。そうして初めは、そんな鳥などを買ったことに、不平をこぼしたくせに、もうそんなことは、すっかり忘れてしまったらしいのです。彼女、私の妻には、子どもがなかったのです。 時々それを寂しがるようなことを言うことがあります。要するに、ローラのキレキレな言葉は、私には一つの家庭を思わせたし、私の妻には子供たちの生活を思わせたのです。機嫌のいいローラが、大きな籠の中をグロテスクな足とくちばしとで這い回り、籠の天井にぶら下がったまま、私、おとなしく待ってるわよ。 そう優しい女の子の声で言い出したときには、不釣り合いな様子と言葉とが私を笑わせました。私はローラを愛して、いつも懐くようにと思って自分で物をくれてやるのです。ビスケットだの、リンゴだの、バナナだの、甘納豆だのをローラは好みます。そういうものをくれてやっているうちに、私はローラの癖を一つ、 新ししく発見したのですローラは私が手にまだ物を持っているうちはたとえ彼女に与えてもそれを食べようとはせずに投げてしまって私の持っている分を新しく要求するのですそうして私が最後に与えたのを食べてしまうと今度は自分がさっき捨てたのをカゴの底へ降りて拾ってきてやっとそれを食べ始めるのです 私は考えるのですが、ローラはもらったものをまだ食べきらないうちから次のものをくれようとする飼い主を持っていたのです。これは明らかに子供のすることで、また多分一人の子供ではなく、二、三人の子供が同時に鳥籠を取り巻いて、割れがちにローラにくれてやったのでしょう。あまだあるわよ。そこにも落ちているわよ。 この言葉をローラが覚えたのはきっとこういうふうに小さな飼い主たちから食べ物をもらったときのことでありましょう。一体ローラの言葉はたった一つローラやというときのほかには無理に教えられたような言葉はほとんどないのでそれだけに自由で生き生きとした調子を帯びているのです。だから私たちに余計に空想をも与えるしまた それをを覚ええろうと思える機会を想像させやすすいのですロロやというのはこれはやっとそれだけの言葉が言えるだけらしい幼い子どもの調子です。これがきっと坊やの声なのでしょう。坊やはお母さんに抱かれてローラのそばへ来てロロやを繰り返したに違いないのです。 ローラは朝のうち早くと午後の三時ごろとが一番機嫌よくしゃべるのです。それは学校か幼稚園かへ行っている子供たちが出かける前と帰ってきた時とにあたります。もっともどの鳥でも朝と午後のこの頃とはよくさえずるものではあります。その他にローラは夜の九時か十時ごろ誰か階段でも上がっていくと その足音を聞きつけて、お母さん、わあ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 。わあこう急に泣き出すことがおりおりあります。小さい子が目を覚まして母を呼ぶ声にそっくりで、思わず、坊や、泣かないでもいいよ、と言ってやらずにはいられないほどです。お母さんがいて、子供たちがいる。それも2、3人。しかも、 やっと口を聞けるほどの幼子までいる。このお母さんはどうしたって未亡人ではない。未亡人だとすると、まだ新しい未亡人だけれども、その人のものらしいにぎやかな笑い声や、また子供たちのはしゃぎ方の中には、新しく主人を失った家らしい影は少しもないのです。それにもし主人を新しく失ったというだけなら、ローラは、 その主人の男の声をも少しは言ってもいいだろうし、その声を話さないまでももう少し男に慣れていていいわけです。ローラやという気取った声をする夫人はきっと未亡人などではありますまい。ただし、その人の夫はきっと普段は家にいない人なのです。船員、外国航路の 高級船員のルスタク。ふと思い浮かんだ自分の直角に私は非常に満足したのです。その人はもう始終前後でなければならない。船長ではないかもしれないが、事務長ではあるかもしれない。ともかくもルスタクは裕福に暮らしているのです。子供たちはいつもおやつにはお菓子と果物等を十分にいただいている。 ローラはいいつもお裾分けに預かっている。子犬とニワトリとオウムとに、つれづれを慰められる子どもと奥さんとはいつも主人の帰りを待っているのです。そうだ。私、おとなしく待ってるわよ。子どもたちはお父さんにそう言うのです。お父さんによく言う言葉を子どもたちはお友達のオウムに教えたのです。 時たま帰る主人は子供たちを愛し、奥さんを愛するのに忙しいので、オウムなどは相手にしないのです。むしろ主人が帰るとローラはみんなから観客されるのでしょう。そうしてローラは主人になれる暇もなく、また好まないのです。またその主人が外国航路の船員だということになると、このオウムがおたけさん。 というなのほかにローラという外国流の名前を持っているわけもはっきりするのです外国でそういう名を持っていた鳥を主人自身が自分の船に乗せて家庭への土産に持ってきたのですねこの鳥の名はローラというのだよおやそうですかかわいいわねローラや その時、夫と妻とはそういう会話をしたことを私は考えることができるのです。それにしてもローラはまだひなのうちに日本へ連れられてきたのでしょう。名前だけは外国風だけれども、ローラは少しも外国の言葉は知らぬらしいのです。そうして、ローラやという調子さえ、すっかり日本風の発音なのです。 それにしてもローラが、ママと言わずに、お母さんと呼ぶところが、私にはこの上なく嬉しいのです。一体私は、近頃の我が国の少し程度の高い家庭で、父母のことを呼ばせて、パパ、ママをもってすることには、非常に反対なのです。今まで我々文学者の中にも、私と同意見を発表した人がありましたが、 私はそれらのうちの何人よりも以上にもっと猛烈に反対なのです。キザだの嫌みだのという生ぬるい問題ではないのです。我々自身が幼い頃に言い慣れたあの懐かしいお父さんお母さんという言葉を捨てて何を好んでどんな理由があってその子供たちにパパママなどと言わせなければならないのでしょう 私には一向、合点がいかない。言葉を捨てるということは、心を捨てることなのです。私は幼い頃に、私が父母に持ったと同じ心を、私の子供たちにも持ってもらいたいのです。私には、一人も子供はありませんが、もしあったならば、そうしてもし子供が、パパ、ママの単純な口調を喜ぶのならば、私はいっそ、 とととかかと呼ばせる方がいいとさえ思うのです私はセンチメンタリストかもしれません。しかし、人間がいいセンチメントを持っていることがなんで不都合なのです。子どもたちがその生涯の最初の機会に最も感動して叫び、そうしてそれゆえ、一生涯最も深い印象を持つはずの第一の言葉を外国の言葉で叫ぶなどということは、 全く許しがたいいいことだとださえ私は言いたいのです台湾では台湾赤民の子供たちに小学校内で土壌を使うことを厳禁し時にはこれを犯した者に無知を与えた事実さえあったというのにそれほど国民と国語との権威を知っている為政者ならなぜ今日中流以上の日本人の子供たちがパパママと呼ぶことを厳禁し 処罰ししないのでしょうとさえ私は思うのです私はローラがいい子供たちのいい言葉を覚えてお母さんという言葉をしかも幾く通りも感情を込めて呼ぶのが嬉しいのですそうして夫は外国船の船員であって自然と外国風の空気も多かりそうに思えるのにその奥さんが 子供たちに自分のことをお母さんと呼ばせていることを思い浮かべて、この奥さんとその家庭とをゆかしいと感じるのです。毎日聞いていると、ローラは赤ん坊の真似をすることが一番好きなようでもあり、上手でもあります。泣き真似でも、片言の出まかせの歌でも、ローラはきっと他の子供たちよりも、 赤ん坊と一緒にいる時間が多かったからでしょう。他の子供はもう大きくなっているから、前にも言った通り、学校などへ行っていて、家庭には一日の半分しかいない。こうして2週間ばかりがたっているうちに、例の小鳥屋の採取りをする仙人が、また私のところへ訪ねてきました。今度は青いい白鳥のを買わないか、 というのでした。その美しい名の鳥はどんなのだと尋ねると、千人もよく知らないらしい。何しろひなだからよくわからないが、青い白鳥はありそうにもない。ブリューというのはどうも灰色のことで、ブリュースワンというのはひょっとするとただの濃くらしいのです。たとえまあ、どんな珍しい鳥であっても、私もそうそう、 鳥ばかり買ってはいられないのですから、その話にはあまり取り合わなかったのです。前の鳥はどうだったかね仙人は私が前の鳥、つまりローラに満足していないと思ったのかもしれません。ローラか、あれは面白い鳥だよ。よくしゃべる。うん、いろんなことを言う。それはいい。 だが、取り留めのあることは言わない。また、片言ばかりだ。言葉はどうもよくわからないが、それは鳥の罪ではなくて、先生の罪らしいのだ。赤ん坊の言葉を覚えたのだね。だから、意味はわからないが、情緒はなかなかあるよ。そこで私は、ローラに対する私の観察と空想と愛情等を、先人に話して聞かせて、ローラが、 私には目に見えないが、心にははっきりわかる、よき一家族を隣人にしてくれ、また私の妻には、幾たりかの子供たちを思わせて、彼女の母性を満足させていることを説明したのです。教え込まれたのではなく、自然に一人でいろんなことを覚える鳥だとすると、いい鳥だよ。賢い鳥だよ。それにその過程で相当長く、 少なくとも三、四年はいただろうな。それで何かね、泣いたり笑ったりするときには、多少そんな感情を鳥も持っていて、それを表すかしら。さあ、そういう点まではわからないが、私は千人の問いに対して答えたのです。しかし、聞く方は、ともかくもそういう感情を誘われて聞くね。ところで君、あれは ローラは、今まで時々、鳥屋の店にさらされた鳥ではあるまいね。それはそんなことはないさ。そうそう、あなたに言おうと思って忘れていたのだけれど、あの爪やくちばしがあんまり伸びすぎている。あれは何か木片かなんかをかじらせるがいい。それを見てもわかるが、大切にも育てられたが、あんまり手入れは届かなかったね、あの鳥は。 つまりあなたが言うように、女と子供との家庭に育ったからだ。それに、鳥屋の店にはさらさなかった証拠だね。鳥屋で半月もいたことがあるとすれば、鳥屋は注意して、あのくちばしをろうそくででも焼いてやるよ。あんまり伸びすぎているものね。君の爪も、と私は笑いながら言った。一つろうそくででも焼いてはどうだ これは伸びていちゃいかんかね。千人は千人らしいとぼけた顔をして、タバコをつまんだ彼の手の指を見つめていました。と、私は自分の冗談を打ち切って、私の日頃の空想の続きを千人に話し続けたのです。最後に残っている疑いは、つまりあのような可愛い、また よく慣れ親しんだローラを、なぜお母さんが取りへ売ってしまったろうかという点なのです。仙人に聞くと、売ったのではなく、他の鳥と取り替えたのだそうです。それならば、なおのこと、別にすべての鳥に飽きたというのでもなく、また金に換える必要があったわけでもないことになります。そうして私の想像は、 一層確実性を持てることになるのです。私は考えるのです。私の空想の夫人はきっとかわいい子供を失ったのです。それは坊やに違いないのです。ローラが夜など突然寝ぼけたような声を張り上げて「お母さんわーわーわー」と泣く時。 夫人は失われたいとしごの思い出に耐えられなかったに相違ありません。これより他にその夫人が夫のいい土産であり、その上彼女のかわいい小さな娘たちのいい友達を人手に渡そうなどと思い立つ理由を私は思い極めることができないのです。そうしてローラのあの 本当の赤ん坊そっくりな鳴き声を聞けば、これはきっと誰しも私の通りに考えるでしょう。私は自分の想像を信じるのです。そうしてせめては、寂しい夫人が夫の留守の間に子供を死なせたのでなければいいがと案じているのです。ローラは私の家に来てからもう二月になります。 そうして彼女は、私にはローラはどうしても女のことよりほかに感じられませんが、私が金太郎やジョージを呼ぶときの口笛を上手に真似るようになりました。私はローラを愛しています。そうしてローラもおいおいと私に懐いてきます。ただ私が時々心配することは。 ローラが完全に私たちの家庭に懐いた頃には、私の家には子供がいないのだから、ローラは子供の真似を忘れてしまい、しかもその頃になって、私の想像する寂しい夫人は、年月とともに愛珠を失った真実の悲しみが少しずつ薄らぐとともに、せめてはその子の懐かしい追憶のために、その子の声に、 生き移しのローラに会いたいと思いはしないだろうかということですしかもそのローラは私のところで今は別のローラになりつつあるのです